こんにちは、長塚漢方堂です。今回は顔のむくみやだるさと組貧乏糖というテーマでお話します。朝起きると顔がむくんでいてなかなか解消されないで困っている、また肩こりや頭痛が抜けなくなってしまっている、あるいは体を動かしたりお風呂に入ると多少むくみが解消されるけれどもどうして顔がむくんでしまうのか、また顔のむくみを解消する方法などがあったら知りたいという方がいらっしゃいます。そこでまずはどうして顔がむくんでしまうのか、頭痛や肩こりになってしまうのかを組貧乏糖の働きと絡めて考えてみたいと思います。顔がむくむ原因は顔のある体の上の方へと水分が押し上げられて降りてこられないことが考えられます。飲食物などを取り入れることで体の中に入ってきた水分はお腹の働きによって吸収された後、体に残っていた潤いのもとと結びつくことで体を潤す材料として完成します。ですが、ただ作られただけでは体を潤すという働きを行うことができませんので、潤いを必要としている場所へと届けるために全身を巡る必要があります。しかし体の潤いは自然界の水と同じように、そのままの状態では体の下の方へと落ち込んでしまいますので、全身を巡っていくためにはまずは体の深部の熱源によって温められて軽くなる必要があります。そして深部の熱によって温められた潤いはお腹の働きや全身へと巡らせる働きによって体の上の方へと運び上げられ、体の頂上まで登っていきます。体の頂上まで来た潤いは皮膚表面を潤すために体の外へと出ていくものと、体の内側を栄養し潤すために再び体の内側へと戻ってくるものとに分けられて、不要なものは膀胱へと送られ外へと排除され、まだ使えるものは再び温められて体を潤すための循環へと戻っていきます。ですので体がきちんと水分の巡りを調整できているのならば顔がむくむことはもちろんありませんし、逆に体の深部が冷えていて水を温めて軽くすることができなくて体の上の方へと持ち上げられなくなって下の方に溜まってしまうような場合でもやはり顔がむくむことはありません。そのため顔がむくむためには顔のある上の方へと上がったままになって降りてきにくくなってしまっていることが考えられます。このような状態になってしまうにはいろいろな原因が考えられますが、組貧乏糖が効果的に働く方の場合には体の冷えが考えられます。先ほど体が冷えていて水分を温めて軽くすることができないと下の方に溜まってしまうので顔はむくまないと言いましたが、実は冷えている部位の違いによってはまた別の原因となって顔のむくみとなることがあります。というのも水分を巡らせるためには深部の熱源で軽くした後にお腹の働きと全身へと巡らせる働きによって体の上の方へと持ち上げていくのですが、まずお腹が冷えてしまっていると水分をうまく吸収できない、吸収しても動かすこともできないとなって水分が停滞するようになります。しかも全身へと巡らせる働きが冷えたゴムが硬くなるように伸びやかさを失ってしまうと余計にお腹の中には水分が停滞しやすくなります。さらに冷えて弱っているとはいえ気が停滞していることでそこには体の役に立たない熱が生じるようになります。そうなると気の滞りによって生じた熱は自然界の熱と同様に体の上の方へと向かっていき、その上向きの流れによって停滞している水分は巻き込まれるようになって下に降りにくくなってしまうので体の上の方に停滞するので顔がむくむようになります。その下へと降りてこられないことが原因となって頭の方で余分な水分が充満するようになると脳を正常に機能させられるだけの気血の流れが阻害されてしまい頭痛となりますし、水の充満が肩や首の周辺で起こるようになるとそれが滞りとなってしまうために肩こりとなって現れます。またお腹が冷えて腸管の動きが悪くなっていますのでお腹の張りを感じることが多く、しかも便を下向きに動かすことができなくなるので便秘がちになるものの、いざ出るときにはお腹の中で余分な水分が停滞してしまっていますので下痢や軟便になる場合もあります。ではこのような状態を組貧乏糖がどのように働くことで解消してくれるのかを考えてみたいと思います。組貧乏糖は11種類の生薬の働きによってお腹を温め余分な水分とともに気を下向きに引き下ろすことによって排除してくれます。まずは五州経皮で体を温めながら体の上の方に浮き上がっている熱を引き下ろして末端部へと広げていきます。
これによって冷えていることで上向き過剰になっている気の流れが巡り始めます。これに貧労士、香木、吉備、木工、大王によって主にお腹の中の気や水を下向きに引き下ろして便から排除します。貧労士、香木、吉備、木工は体を温めながら停滞している気や水をかなり強力に下向きにバトンをつなげるように引き下ろしてきて、大王は血液の巡りを改善しながら大便によってお腹の中に停滞していた古いものを排除することで解消します。小腸素葉はお腹を温めながらお腹の中に停滞している気や水を外側へとやや発散させるように動かしながら排除しつつ、腸管を下向きに引き下ろすことも応援してくれます。伏療はやはりお腹の中に停滞している水分を巡らせることでお腹の働きを高めてくれますし、肝臓はお腹の働きをパワーアップしながらきれいな潤いの材料を提供することでこれらの働きを助けてくれます。もう一度繰り返しますと、五臭桂皮で体を温めながら浮き上がった熱を下向きに引き下ろしてきます。貧労士、香木、吉備、木工、大王によってお腹の中に停滞している気や水を下向きに引き下ろして排除し、小腸素葉で気や水を発散させながら腸管の動きを応援します。伏療で停滞している水分を巡らせ、肝臓とともにお腹の働きを高めて新鮮な潤いの材料を提供します。これによりお腹が冷えて余分な水分が停滞し、体の上の方へと浮き上がってしまった熱と水が温められて引き下ろされますので、顔のむくみをはじめとして頭痛、肩こり、便秘などに出ると下痢や軟便になるなどの症状が解消されます。ではまとめです。今回は顔のむくみを解消する漢方薬として組貧労湯をご紹介しました。顔がむくんでしまう原因にはいくつかありますが、組貧労湯はお腹や巡らせる働きが冷えてしまったことによって水分が上の方へと持ち上がったままになっているのをお腹を温めて冷えを除き、停滞している気や水を下向きに引き下ろして解決してくれます。お腹や巡らせる働きが冷えてしまうことが原因ですので、冷たいものの食べ過ぎや飲み過ぎによって腸管が直接冷やされてしまうことが大きく関わっています。どうしてもストレスがたまると冷たいさっぱりとしたものをぐいっと飲みたくなりますが、これが続くようになってしまうとお腹の中はどんどん冷えてしまい、停滞した水分によって顔がむくむようになることがあります。顔のむくみが気になる方はまずは食生活に気をつけられるようにすると改善が早くなるかと思いますので、お試しください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。